BR710 エンジンの後部ミッドウエスト航空、ボーイング717の BR715 エンジン、BR700 は、BMW とロールスロイスホールディングスの合弁会社である BMW ロールスロイスによって開発されたエンジンのシリーズである。同社は1990年に設立され、最初のエンジンの運転は1994年に行われた。 ツインシャフトターボファンの BR710 は1997年にはガルフストリーム V に1998年にはボンバルディアグローバルエクスプレスに搭載された。この機種はガルフストリーム G550、G500 のエンジンとしても採用された。排気システムを修正した関連機種が間もなくベイニムロットマラ4に提供される予定である。 二段の低圧タービンで駆動される直径48インチの一段のファン、二段の空冷高圧タービンで駆動される下級10段、高圧コンプレッサーで構成される。もう一つのツインシャフトターボファンである BR715 は1997年4月に最初の運転を行い、1999年中頃に使用された。この機種はボーイング717のエンジンである。 3段の低圧タービンで駆動される。2段の低圧コンプレッサと直径58インチの1段のファンガで構成される。新規の軸が BR715 で導入された。高圧の軸は BR710 のものと類似している。中圧コンプレッサブースターステージは中心を下級し、中心の出力とエンジンの推力を壮大させる。しかし、 ジェットノイズの要件を満足させるためには、特定の低い水力を維持するため、より大きなファンが必要となる。BR725 は、ガルフストリーム G650 向けの新しいエンジンである。このエンジンは、最大で17000リッター BF の水力がある。BR725 は4.4、1のバイパス比であり、全機種の BR710 よりも、 騒音を 4dB 低減している。ファンは50インチであり、24本のチタン製のブレードで構成される。BR725 プロトタイプは2008年4月の時点で構成ユニットのベンチテストを受けている。完全に動作する最初のエンジンは2008年春の終わりに予定されている。ありがとうございます。